そばに誰かいないと沈みそうなこの胸、まるで潮が引いた後の暗い海のように、触れる肩のぬくもり感じながら話を、もっともっとできるならば今はそれでいいさ。息で曇る窓に書いた君の名前、指でたどり後の言葉迷いながらそっと言った。薪の明かりキラキラ、あれは何をささやく、愛が一つ芽生えそうな胸が弾む時よ。好きな歌を耳のそばで君のために低く歌い、甘い涙誘いながら、そしてまた薪の明かりキラキラ、あれは何をささやく、愛が一つ芽生えそうな胸が弾む時よ。はい、こんばんは。今夜はね、酒井さんのね、街の明かりを歌いました。2017年10月の25日木水曜日の生存確認です。今夜もね、いつものようにさりげなく生存確認の一環としてこんな風に配信してます。はい、ルナさんどうも、ソンさんどうもね、トジさんどうも、ライトさんどうも、クロさんどうもね、あ、お互いにお疲れ様ね。あ、今日も早くてよかったね、7時10時台に。うん、今日は街の明かり、久々に街の明かりを立ちました。配信はできてんね。大丈夫ね、配信ぐらいはね。うん。いい感じだね。あ、いいね。うん。じゃあもう一回、今日は街の明かりで。そばに誰かいないと、沈みそうなこの胸、まるで潮が引いた後の暗い海のように、触れる肩のぬくもり感じながら話を、もっともっとできるならば今はそれでいいさ。息で曇る窓に書いた君の名前、指でたどり後の言葉迷いながらそっと言った。薪の明かりキラキラ、あれは何をささやく、愛が一つ芽生えそうな胸が弾む時よ。好きな歌を耳のそばで君のために低く歌い、甘い涙誘いながら、そっとそしてまた街の明かりキラキラ、あれは何をささやく、愛が一つ芽生えそうな胸が弾む時よ。はい、こんばんは。今夜はね、街の明かりを歌いました。はい、どうもね、こんにちは。あ、どうも、大川さんどうも。うん、いないよ別に、いないよ。大川さんもね、ありがとう。玉井さんもどうもね。今夜は街の明かり、今夜もね、スティッカムと YouTube ライブでやってます。うん、なんかスティッカー一つ変わっちゃったね、少しね。でもなんとか少しデザインがね、変わってこい。なんかスッキリした感じでスティッカーのデザインね。配信画面ね。うん。まあ YouTube と、いつも通り YouTube ライブとスティッカーでやってます。生存確認の一環よ、今期は。
あ、今日の一杯行こうか。じゃあ今日の一杯行くね。はい、今日の一杯行こう。おなじみパックだけファミリーマートで100円で売ってるやつね、これね。おなじみこれ、これです。おなじみ見えるかな。今日はこれいくね。おなじみこれ、これを常温でいこうか。今夜はこれ常温でいこうか。トロが破いて、はい、開けにくいね、これだったらね。ハサミで開けちゃうか、やっぱりハサミで。ハサミで、今日はこれ一杯。今日はこれ一杯だけね。今日は1合だけでいきます。はい、乾杯。さて、つまみ持ってこいよ、つまみ。今日は、今日のおつまみ。今日は煮物。お肉系だ。お肉の煮物だ。お肉。今日は、今今日のつまみはね、鶏皮とキャベツの煮物です。似たやつ。こんな君。今夜鶏皮です。どうかな。この器は一緒だけどと。この鶏皮とキャベツね。どうも。あ、ありがとう、あきこさん。お互いお疲れ様ね。食べる食べる。今日は鶏皮とキャベツね。今日は鶏皮一緒にキャベツと煮たんでね、今日は湯がいてな。そのまま生の鶏皮を適当に切って。うん。キャベツと煮た。味付けはね、まあまたシャンタン。これシャンタン。めんどくさい。でもよかった。うん、シャンタン。だからシャンタンで仕上げ、締めに、これ今回、一味唐辛子上からかけて。そう。今日はね、シャンタンってあれ中華風の出汁飲むためにあれで、あれ入れてキャベツと鶏から煮ました。コメントありがとう。読んだよ。ありがとうね、コメントね。ケーブルで断線しちゃったんだってね。指から一味唐辛子。彩りもいいね、赤いのがあるとね。こんぐらいでいいや。パラパラパラー。これをつまみながら、コップだけ。うん。鶏皮、一味とちょっと混ぜて。鶏皮最高。うん、うん。このプリプリ感うまいんだよ、鶏が。うまい。キャベツ。キャベツね。うめえな。うまいんだよね。
今日もキャベツ前買っといたやつ、これまだこの間1個買ったやつので、調理会も安かった今日これ。これで2割引きになった。わかんない。台風ひどいようだったらね、行かない。やっぱ。登山中止かもしんない。諦めよう。ね。普通のね、わかんない。今回も中止かもしんない。行かない。しょうがないね。悪かったら行かない。これだ。で、コップだけ。いいね。足りるよ、僕十分これで。鶏皮うまいよね、これね。大好きなの、僕、鶏皮。安くてうまいよね。このプリプリ感がいいよね、これね。鶏皮の出汁、いい出汁出るもんね。それで麺切っても美味しいよね。でもこれ揚げ付けはね、シャンタンね、シャンタン。だ簡単なやつね。もうこれ使い切った今日で。あれ。うまいね。これうちの方ベルクはないんだよね、しょうがない。うちの方ないんだ、ベルクって。郊外だろうな、ベルクって、郊外。都心ないよな。まあ、それぞれ焼いてもパリパリしてまいし、ね、パリパリよ。焼いたで、焼き鳥なんかパリパリ感がいいんだよ、あれ。で、また違った楽しみがある、焼いたのは。煮たのは煮たのもいいし、ね、それぞれだよね。暴走も。鳥肌のブツブツ、あれもあれ僕好きよ、鳥肌のブツブツ感も好きだな、あれ。うまいな。あ、そうだ、鳥草だっけ。鶏さ、お通し屋の鶏皮だもんね、そこと。鶏肉専門店だからね。裏のお店の方で出すの。鶏皮抜いたのがお通しだからね、あそこで。鶏皮。今日はね、キャベツとね、鶏皮を煮たやつ。これ鶏皮。ね、食べるぞ。あれ使うシャンタンってやつね、またね、お前。来ないね。まあ来なくてもいいや。こんばんはね。カップさん分かったかな、そんな感じのキャベツね、これ。キャベツと鶏皮の煮たの。うまっ。ああ、スティックも良かった、でもほとんど。ちょっと多少ほど変わったデザインね。意外となんだよ、みんな。僕大好きよ、鳥皮。もう嫌いなもんないからな。めんどくない。冷血かな、そんな僕って。ほんとうまいんだよ、鶏皮って。プリプリしてうまいよね。
僕は冷血じゃないよ。これが好きなの、このプリプリ、このブツブツ感が、またこれはこれでうまいんだよ。今日はコップだけ。パックで、ファミリーマート売ってたやつね。今日はね、今日はキャベツと鶏皮煮たやつね。もう少ないです、キャベツ。キャベツね、これ。鶏皮をね、シャンタンっていうの入れてみたやつね。これ鶏皮。僕大丈夫、そういうことしないからね。小学生の女子いたずらしちゃったのがあれだ。プロ野球選手でいたよね。また言ってくださ。中山だっけ、あれ。横浜のね。あの人そうだよね。横浜のさ、中山っていう投手でしょ、あれ。小学生の女の子いたずらしたんだよね。あれで有名だったんだよな。僕の中ではさ、僕の中では。合ってるよね。太陽いたよね、僕はさ、覚えてる、あれ。横浜だっけ、太陽だっけ、どっちかな。どっち、いつの頃かちょっと、それはさ定かじゃないけどさ。いたよね。中山っていう選手ね、プロ野球選手。小学生の女の子いたずらしてさ、結構事件になったのね。あれを思い出すね、僕はね。今女の子はおませさんだからね、可愛いもんね、小学生でもな、ね、こんにちは、やすさん、どうもね。キャベツと鶏皮。僕ないです。やったことないですよ。ないです。やったことないよ。やることない。じゃあこれ一杯で軽く。また明日も仕事だね。今日給料日だったけどね、今日9時回っちゃったから行かなかった、下ろさなかった。休みの日に下ろそう。どうせアウトドア行けないみたいだね。登山行くんだったらさ、朝早く家出るからさ、お金下ろしてる時間ねえけどさ、多分天気悪いみたいで山行けないみたいだからね、今度ね。だから、ね、土曜か日曜行こうと思いますね。休みの時に朝ね。今日9時回るとさ、手数料かかっちゃうからさ。ね。今日下ろさなかった。これで始まっちゃう。ええ、みたいね。今だろうね、シャンタンの誰しで。うん。まあでも今日はこれで。うまいな。うん、とにかくうまいよな、ほんとこれ。これ、うまい、しゃべしゃべです。キャベツまた1回分ぐらいあるからな、キャベツは。明日で。天気どうなんだろうな、ほんとな。雨だったらやっぱり登山はまあやめるね。でも天候次第だったらそんな曇りかってた。曇りがかかってるような天気だったらね、キャンプには行こうと思います。土日休みの休みだったら。アウトドア行く、曇りがかかってたらね。キャンプ行こうよ。まだよくわかんないもんね。曇りと雨のマークだからさ。
もう少し明日、明後日経てば、ね、明日、明後日ね、木、金って過ぎては土日が分かると思うんで、まだ、ね。曇りがちの天気だったらね、まあ、この間、先週、この間みたいな台風直撃じゃなかったらね、行こうと思いますよ、アウトドアは。山はもういいやん。山は行かない、やっぱ、雨降ったらね、もう、危ないからね。そうなんだ。あ、でも町田の駅のところはね、ATM はね、あれ、入金は夜9時までなんだ。夜9時まで。引き出しは11時まで空いてますね、あそこ、駅の ATM は。町田の駅のところ。あれ、散歩っぷのところ、入ったところね。うん、あそこ、服まで入ってる。うん。だからね、そうだね、ルナさんの言う通りにしますよね。銀行もあれ、僕は東京三菱なんだけどね、あそこはさ、平日も土日も関係なしに、夜9時まで手数料かかんねえからさ、引き出すの。だから今日9時回っちゃったからね、引き出さなかった。休みの時に行こうと思って。こんばんはね、大久保さんだ。もう今日は鶏皮とキャベツにいたのがもうないけどね、美味しいだけだ。鶏皮とキャベツをね、シャンタンで煮たやつ。もうない、汁だけだ。あ、これキャベツか。じゃあ、またコップだけ。行かなかったらね。床屋でも髪の毛どうしよう、なんか。なんか床屋の、そう伸びないんだもんな、髪の毛ね。伸びたら行こうの、床屋ね。床屋行こうね、うん。今日は1号としまい。予算の関係では。どうだろうな、本当。雨が降ってたらいかないよ。曇り、基本曇りで雨が降る感じの天気の場合もあるもんね。そうだったらアウトドア行こうと思います。基本が曇りで、ところにより雨、場所と時々の雨が降る。それだったらいいかな。キャンプ行くかもしれない。土日休みだったらね。わかんないね。うん。先週、絶対あの大雨、台風の激励だったのが完全に行けなかったからな。この間はな。行けねえとな。行きたいな、ほんと。やっぱテント泊楽しいもんな。今日は2杯行かない。これで、これでおしまい。ありがとうね、お母さんね。毎日飲んでるからさ、考えながら。ファミリーマートが安いんだもんね、これね。この1号のパッカー紙パック税込み100円だもんね、ファミリーマートは、うん、でこれはファミリーマートが安い、ね、そうよ、ファミリーマートはこれ税込みで100円なんだよ、これ、うん、あ、そしてありがとうね、今度歌うね、ありがとうね、したいね、ダメダメ、で今日はこれで足りそう、うん、そうなんだ、そう行こうね、そう、どうせ同じだからね、その方がいいや、ね、もう少し伸ばしてからでも伸びないかもしれないけど、なかなか伸びないんだ、髪の毛ね、特に前髪なんか全然伸びない。さあ、こんばんは。今日もコップだけ飲んでます。さあ、これ今日はね、ファミリーマートのこのパックだけです。嫌いじゃないよ、別に。あ、嫌いなもんねえからさ。はい、美味しくいただきました。じゃあ、この人、あとは汁飲んで、キャベツ取りかけた汁、先ほどのキャベツを取りかけたやつね。これシャンタンで煮たから、すごいうまいんだよね、この汁ね。塩だけですと、最後このキャベツと取りかけた汁飲んでおしまい。
まあ、鶏スープだよね、鶏スープ。いいね。グラビアっていうのはいろいろね。今回、今日も、昨日と一緒、そうね、昨日と一緒のセリフだ。江戸っ子も、もともとそうだ、親は。僕の両親はね、東京大空襲まで、都内、浅草近くにいたからさ。空襲にあってから疎開してさ、それで引き上げてきて、ちょっと郊外に来た感じなんで。そうだよ、僕の両親は、みんな。そう、両親は、二人ともね、太平洋戦争の時ね、東京大空襲直前まではね、あれ下町にいたからね、本当に。空襲にあってさ、って感じで、山形の方を疎開して、帰ってきて、郊外の方に行っちゃったからね。上の波男なんかさ、僕も本当、小学校入る前から親にして引っ張られて歩いてたもんな、あれ。よく。上の波男なんか。5歳、6歳のぐらいの頃からさ。あの頃はすごかったね、やっぱな、今思うと。まあ、小さいってこともあったんだろうけど、でもやっぱり、まあ、小学校は入るか入らない子、40年ぐらい前だもんな、あの頃は。そうすると。波男はやっぱりね、波男センタービルできて変わっちゃったって感じ、あれね。センタービルできるのはもうちょっとね、飲食店行っちゃえ、あれ、先生、食料品でいっぱいあったんだ、あれね。センタービルできてから、ちょっとなんか、ファッション系なんか、こじゃれた店が増えてきた、できた感じだからね。まあ、僕の見た感じはそうです。上野波横は。あのセンタービルできてからね、変わったね、あれね。あれできる前はね、もうちょっとね、食料品の店いっぱいあったんだ、そこ、上野って。波横のとこね。僕はそう思う。あれできちゃってから、アメ横センタービル、今、地下にさ、なんだかアジア系のさ、食材売った店、いっぱいある、ああいうの、あれができちゃってからね、だいぶ変わったね。前にも言ってたね、ティアンディベラボーメ言わないけど、僕はね。綾捜査最近来ないね、綾捜査。どうしたんだろうな、綾捜査。死んじゃったのかな、綾捜査。綾捜査。はい、お会いしていただきました。よかった。伸びないんだよね。わかんない、それちょっとわかんない、僕そういうの。ごめんなさい、わかりません。今日はこれで終わろうかな。また明日も仕事だからね。今日はカップこれね。この鬼殺し1合1杯と、キャベツと鶏皮の煮込みをいただきました。ありがとう。おやすみなさい。玉井さんありがとうね。今いる人。よかったら今いる人書き込みお願いします。ありがとう。しんぽさんありがとう。あきこさんありがとう。大川さんありがとうね。大久保さんもありがとう。ありがとうね。セローさんもどうもね。トシヤさんどうも。ね、よさんお金、クロクロさんもどうもありがとう。おやすみなさい。ルンダさんありがとう。ね、また仕事だ、来たから。食べる。来たくない、ほんと。おやすみ。おやすみ、寝ないように。ありがとうね。
おやすみなさい。ありがとう。また明日ね。いい、ありがとうね。ああ、疲れた。でもこうやって帰る家があるといいな。帰るいい場所があるといいね、こうやってね。いつものようさりげなく。おまたのこと考えながらやってるよ、おまた。ね、おまたとは縁ないから、さ、僕、頭の中でね、思い描いてるだけだ。ね。あわよくばおまたと仲良くなりたいけどさ、そんな機会ないからさ、思い描くだけで。おやすみなさい、ありがとうね。ありがとう、お母さん、ありがとう、おやすみなさい。で、またね、また明日。今日は早くてよかった。またね、終わります。はい。YouTube ライブは終わりました。あやさん来ないね。じゃあ、ステッカーも終わります。ありがとう。最後歌って終わろうか、もう一回。街の明かり。そばに誰かいないと、沈みそうなこの胸、まるで潮が引いた後の暗い海のように、触れる肩のぬくもり、感じながら話を、もっともっとできるならば、今はそれでいいさ。息で曇る窓に書いた、君の名前指でたどり、後の言葉迷いながら、そっと言った。街の明かりキラキラ。あれは何をささやく。愛が一つ芽生えそうな。胸が弾む時よ。好きな歌を耳のそばで。君のために祝福たい。甘い涙誘いながら、そしてまた、街の明かりキラキラ。あれは何をささやく、愛が一つ芽生えそうな、胸が弾む時よ。はい、どうもね、今夜はね、坂井さんの街の明かりでございました。ではまたおやすみなさい。ああ。